コミカルな役を演じるときは、観客はもちろん、共演者や裏方の皆さんにも笑いを届けられるように努めています。おや、舞台の鑑賞中でしたか。天童さん、ちょっと待ってね、再生を止めるから。もしかしてテレビを見に来たの？感激を止めてしまったようですみません。紀龍院先生がゲスト出演されるドキュメンタリーを見ようと思いまして。あの番組ね、私も気になっていたの。ええ、劇フェス広報誌のインタビューの参考にもなると思いまして。お芝居の残り時間は、番組が始まるまでには見終わりそうね。もう少しだけ見せてもらっていい？どうぞ最後までご覧ください。私もご一緒してよろしいでしょうか？もちろんよ。よかったらあらすじを読む？このパッケージに載っているから。これはコメディ作品のスパイシーな彼女、 DVD 化されていたんですね。あまりメジャーじゃない舞台もしっかり押さえているのね。これからクライマックスなの。どんな風に幕が降りるのか楽しみだわ。まさかあらすじに書かれていた象が乱入してくるとは。ちゃんと伏線は張られていたけれど、どこか不条理さがあって面白かったわ。これもまたコメディの形なのね。星見さん、コメディはよくご覧になるのですか？いえ、さっきナナにも私がコメディを見るなんて珍しいって言われたわ。星見さんには古典や王道のイメージがありますからね。星見さんの深い知見から来る役作りは、キャストも裏方もためになることが非常に多いですから。そう言ってもらえるなんて嬉しいわね。ラプンツェルや三銃士のアラミスは星見さんのハマり役でした。その二役に関しては私もしっかりとした手応えを感じたわ。でもそればっかりじゃダメでしょ。最近はコメディを演じることも多くなってきたから、もっと演技の幅を広げたくて。コメディもまた奥が深いですからね。私も常に試行錯誤を繰り返しています。最近の天童さんはコミカルな役が多かったわよね。そうですね。例えば Do You Know のエドワードは面白い役でした。エドワード様は強烈だったわね。独身貴族を楽しむ生粋のプレイボーイという役柄もそうだけど、エドワードが花嫁候補のジューンというのに平手打ちされるシーンで、天童さんの想像を超えていたわ。あの一言にコメディの難しさが詰まっていると言っても過言ではありません。二人の花嫁候補に平手打ちされて、そのまま綺麗に転がって舞台袖に退場。あのシーンは大受けだったわね。花嫁候補たちと一丸になって作った振りですから、オチを失敗するわけにはいきません。全花嫁候補と息を合わせて計算し尽くされた絶妙なコメディシーンだったわ。そうそう、絶妙といえばシンクロガールズの番頭役も社長役のイスルギさんと絶妙なコンビだったわね。ありがとうございます。社長の言ったことに、はい、社長のおっしゃる通りですと小気味よく返す、イスルギさんとのあうんの呼吸を得得するのに苦労しました。コメディはテンポが大切だものね。ええ、イスルギさんは
普段の花柳さんとの掛け合いよろしく、舞台でも掛け合いを講演されます。そのテンポに合わせてあの二人の空気感が誕生したのです。なるほど、参考になるわ。あとはやはり高校たるヴァンパイアのエリサでしょうか。あったわね。西条さん演じるヴァンパイアの愛妻エリザベータが現代に転生した姿、あれには本当に驚かされたわ。エリサはかなり鮮烈な役でしたね。あの特殊な言葉遣い、ものにするのに苦労しなかった？特殊な言葉遣いというと…ちょ、うそ！マジマンのヴァンパイア？うわ、マジマンジ！のようなセリフのことですか？びっくりした。ええ、そうよ。エリサは天童さんにとっても新境地だったんじゃない？そうですね。主演である西条さんたっての希望でしたから、全力で臨みました。そういえば、西条さんがあえてギャルにしたって言っていたわね。あの舞台はかつて愛した人の姿や性格が変わっても魂は変わらないというテーマが先行して決まっていまして、主演である西条さんにエリサのディティールを決めていただいたのです。何がどうなってギャルになったのかしら。ヴァンパイアの過去を振り返るシーンで登場するエリザベータが私の性格に合わせて当て書きされていたのです。ですからエリサを私とかけ離れた性格にすることによって変貌を表現した方がいいのでは、そう話し合いました。あまりにも完璧な変貌すぎて、雨宮さんもマサイさんも想像以上だって喜んでたものね。エリサだったらこう答えたでしょう。そんなこと言われるとマジぶち上げピエンなんだけど。ピエン？天童さん、そこ知れないわ。お互いをよく知る役者同士は演技からその人らしさや逆に知られざる一面を見ることができる。星見さんがおっしゃっていました。私が仲間を持ちこのように言われる日が来るとは、これもまた舞台の素晴らしいところですね。この調子で皆さんと切磋琢磨して劇フェスを成功させてみせましょう。どうぞご期待ください。天童さんのエリサはやっぱり衝撃的だったわね。星見さんのコメディ研究に貢献できましたか？ええ、天童さんの話はとても参考になるわ。私も星見さんの演技を参考にすることがあるのでお返しできてよかったです。私の演技を？ええ、厳密に言えばコメディに応用できる突き抜けた演技ですね。例えば共演したジキル博士とハイドのハイド役がそうです。演目そのものはコメディではありませんが、ハイドの突き抜けた演じ方は見る者を圧倒する力がありました。あれは天童さんの助言のおかげよ。ジキル博士のもう一つの人格であるハイド氏、狂気的な性格である彼をいかに演じるか、狂気というものを客観視して演じようとしてうまくいってなかった私に言ってくれたでしょ。星見さん、これは試験ですが、大切なのは振り返らないことではないでしょうか。振り返らない？認識すると狂気でなくなるなら徹底的に主観に徹し振り返らない。端的に言えば、役に没入するほど楽しむということです。あ、
よく覚えています。幅広い役を演じている天童さんらしい助言だと思ったわ。演技に昇華させたのは星見さんです。あの時は天童さんの舞台感に触れられて嬉しかったわ。エドワードも番頭も、そしてエリサも、天童さんは役に没入するほど楽しんでいるのよね。ええ、演技における楽しみの一つですから。それじゃああの時、ジキルとハイドでアターソン弁護士を演じた時も楽しめた？はい、それはもう語り部である彼を演じられたのは行幸でした。ハイド博士の知人にして弁護士のアターソン、彼が狂言回しを担うことでジキル博士とハイド氏が別人であるというミスリードが生まれるのよね。その通りです。最も観客に近い役割ですから、舞台を見るお客さんと心を一つにする楽しみがありました。観客と？シャーロック・ホームズのワトソンしかり、語り部はしばしば観客の目線に立ちます。アターソンはジキル博士の真実、ハイド氏の正体を追う立場にありますから、その緊張感を観客と共にできたと思います。なるほど、観察眼に優れる天童さんらしいわね。観客の視線や心がよくわかっているわ。観察眼ですか。天童さんってみんなで話している時もよく話を聞いて、相手の表情もよく見ているでしょ。だからそう思ったの。確かにそのように努めています。面白いものですね。お互いをよく知る役者同士だと、役の演じ方やストーリーの解釈からその人らしさを感じることができるのですから。その逆もまたしかりよ。天童さんと同じ舞台に上がるたびに、全く知らなかった一面が見えることもあるのよね。同感です。それもまた舞台の面白さなのでしょう。ええ、本当に。でもちょっと惜しいわね。惜しいですか。お互いをよく知る役者同士だと、演技からその人らしさや逆に知られざる一面を見ることができる。こんな素敵なことを劇フェス広報誌のインタビューで話せなかったなんて、我ながら惜しいことをしたと思ってね。では星見さんの分も私がしっかりとインタビュアーにお伝えしておきますね。ありがとう天童さん。どういたしまして。おや、そろそろドキュメンタリーが始まる時間ですね。よかったら私も一緒に見ていいかしら。ええ、喜んで。